実はよく使う日本語の中にフランス語って結構あって、例えばサボタージュ、日本語でもサボタージュって言うと思うんですけど、実はこれまたそこから変形していわゆるサボるの元なんですよね。結構びっくりじゃないですか。サボるってよく使うと思うんですけど、使う？ってか学生の時とかよく私も聞いたりしてたんですけど、実はフランス語のサボタージュから来ています。今日はフランス語が語源の日本語を紹介していきたいと思います。バカンス、バカンス。バカンスは長期の休みを指すんですけど、もうヨーロッパ、フランスって夏休みがめちゃめちゃ長いんですよ。もう6月の半ばからもう8月いっぱい休みで、いやすごい長いじゃないですか。だから日本に帰ってくるのがすっごいすっごい楽しみだったんですよね。フィアンセ、フィアンセ、メトロ、メトロ、アンコール、アンコール。フランス語が語源となった単語を最もよく聞く場所がきっとレストランとかカフェだと思います。今からフランス語が語源となった食にまつわる日本語を紹介していきたいと思います。カフェオレ、カフェオレ、クレープ、クレープ、クロケット、コロッケ、タート、タルト、オーダー、オードブル。それ以外にもファッションにまつわる言葉はすごいたくさんあるので紹介していきたいと思います。モード、モード、ブティック、ブティック、サロン、サロン、プレタポルテ、プレタポルテ、モント、マント、ポシェット、ポシェット、ポンタロン、パンタロン、ランジェリー、ランジェリー、フォーム、フォルム。以上、ソニアのフランス語講座、フランス語が語源の日本語の言葉でした。最後まで聞いてくれてありがとうございます。Merci! Au revoir!